っていう話。親孝行って何って考える。でもそれを考えようとすることがもう親孝行なのかもしれない。子供の頃たまに家族で外食、いつも頼んでいたのはチキンライス。豪華なもの頼めば二度と連れてきてはもらえないような。なんでこれ止まるんですか？マジでうざい。ちょっと待って、なんで止まるのこれ。ねえ、 YouTube さん、これなんで止まるんですかこれ。本当に、おいおい、豪華なもの頼めば二度と連れてきてはもらえないような気がして、親に気を使っていたあんな気持ち、今の子供に理解できるかな。今日はクリスマス、街は賑やか、お祭り騒ぎ、今日はやっぱり照れる。